エリザベス、お呼びでしょうか。お待ちしていました。大したことではないのですが。全て戻ればエリザベスは3日で死ぬ。エリザベスが死ぬって冗談だよね。団長、それが俺たち2人の運命だ。もう黙ってる必要もなくなった。全てを話す。俺の3000年の旅の目的を。滑る者、魔人王と女神族を束ねる者、最高神。的な力の前になすすべもなく、俺たちは命を落とした。はずだった。どれくらいの時間が経ったのかわからねえ。一日なのか数日だったのか。俺は目覚めた。傷ついた体はすっかり元通りになっていた。だが、エリザベスは傍らで死んでいた。
自分たちに何が起きたのか分からず、エリザベスの遺体を抱いて泣き続けることしかできなかった。俺が意識を失っている間に聖戦は終わっていた。そして俺は少しも年を取ることがなくなっていた。そこには死んだはずのエリザベスがいた。翼こそないが間違いない。直感で、本能でそう感じた。そう感じたのは、俺だけだった。それが引き金となり、エリザベスは断片的に前世の記憶を取り戻し始めた。やがて、左目にも文様が浮かび上がると。私、全部、思い出したわ。よかった、エリザベス!よく聞いて。私たちは呪いを受けたのよ。呪い?一体どんな?教えてあげる。でもその前に約束してほしいの。何があっても、たとえ私がまた死んでも、いつかこの呪いを解く。何言ってんの?誓って!わかった。たとえ、お前が死んでも、俺はお前との約束を果たす。ありがとう。じゃあ話すね。その3日後、エリザベスは俺の目の前で死んだ。あなたの父と私の母が私たちにかけた呪い。永遠の生と永劫の輪廻。あなたは二度と歳を取ることもなく、たとえ死んでも蘇る。私は人間として短い生を繰り返す。その度に前世の記憶をすべて忘れて。万が一、前世にすべての記憶を思い出してしまったら、何があろうと、何に守られていようと、必ず3日で死ぬ。それだけじゃないわ。転生するたびに私はあなたと出会い、恋に落ち、あなたの目の前で必ず命を落とすの。
常闇の棺。女神族が多種族の力を借りて魔神族を封印した祭器だ。これを使い女神族の封印を解き実戒を復活させる。実戒を？何のために？ゼルドリスだ。奴は魔神王の力を借り受けている。ならばお前たちにかけられている呪いを解くことができるやもしれん。ダメだ。実戒をこの世界に解き放つのは危険すぎる。今の俺には実戒を盗撮していた時の力はねえ。それにゼルドリスは俺を心底憎んでいるはずだ。協力することはまずない。分かった、メリオダス。引き続き他の手も探ってみよう。すまねえ、マリン。何？長い付き合いだ。常闇の棺か。これより、あの謎の巨人を迎え撃つ！見よ。これより、あの謎…見…これより見よ、我の力を。Thank you.
の勝ち。よし、蹴りをつける。エスタントヘルブレイズ。死ぬなら早くしろ。眠くなってきたぜ。蹴りをつける。エスタントヘルブレイなら早くして。見よ我の力を。これより見よ、これよりあの謎の巨人を迎え撃つ。蹴りをつける。エスタントヘルブレイズ。
蹴りをつける。勝者はすでに決まっています。蹴りをつける。チャージ&ファイヤー。
勝者はすでに決まっています。寄ったらぶち殺す。この近寄ったらぶち殺す。ボケットするな。近寄ったらぶち殺す。
魔界の正気をものともしない人間が驚いたな。いや、人間ではない。それにそう、見覚えが。そう、裏切り者とともに我らに反抗、女神族のエリザベスに海二つではないか。化け物め、わけのわからないことを。まあ無駄でもではあったが、よしとする。こうして本命の見栄を見つけることができたのだからな。よくもダンボールの人々も。溶かしてあげましょう。溶かしてあげましょう。チャージ&ファイヤー。
な。それから三日三晩、ダナフォールを包んだ炎は燃え続け、俺は喪失感と無力感にただ立ち尽くしていた。しっかりしろ。お願いします。私はもう長くありません。どうかこの子を。エリザベス。永遠の生と永劫の輪廻が終わる。それが俺の旅の目的だ。そんな、そんなの。あ、ディアンヌ。それじゃあ、二人は。まあ、言いたいことは他にもあるだろうが。やだよ、そんなの僕。僕。ディアンヌ、俺たちが今すべきことは。キャメロットに向かうこと。
それでいい。今は目の前の目的だけに集中しろ。ここへ来たのはエリザベスのためだ。なぜ奴が？ということはまだ生きているらしいな。しぶとい女。メリオダス、これは罠だ。いい加減、あの女に囚われるのはやめろ。
こっちから行って、だっせー大変だ、飛散した瓦礫が。問題はない。あれこそが次元の歪み。キャメロットに侵入する全ての異物を通さぬ厄介な壁だ。やっぱ幻覚か。